僕はですね、ぴょこたんっていう名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。僕は、今でもエイミング、ドラゴンクエストタクトを信じて、今日もね、ビアンカとフローラと、デボン、誰選ぼうかなって今も思ってるとこだから。じゃあ分かったよ。今選ぶよ。ずーっと先送りにしてた、ビアンカとフローラと、デボンだっけ？生意気なあのクソ女誰だっけ？最後の3人目に勝手に入ってきた。今日ドラゴンクエストのね、配信ガイドラインが更新されまして、正式にこういう音楽とかも個人の配信者には OK になりました。てん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 。これもいや、こんなステータスとかね、能力で見るって僕はね、男としてカスだと思うよ。ステータスで選ぶなんてカス。僕は、その人の人間性で見てるから。セクシーとか露出度とかで見てないから。打算的なんだよ、ステータスで、相手を選ぶなんて打算的なんだよ。ふざけやがって。ちょっと待って、一応見とこう、でも。一応この特技とか見ておこう。デボラちゃんは、戦慄好きと、いずれ溺れるタイガークロー、豪熱舞踏劇で、ブチギレモードっていうのがあるんだ。ああ、やだね。こういうブチギレる人僕苦手だから。どうしようもなくなっちゃうからさ。ヒステリック入っちゃう人、ちょっともう手に負えないからさ。じゃあ、やっぱな。フローラなんだよな。ベホイム。まどろみの嵐。爆裂魔弾。ビッグバン。特性、イオ属性の呪文を上げる、耐性。でもやっぱりビアンカだよな。ストーリーとか考えたら、ビアンカを裏切るわけにはいかないって。だってルドマンさんの子供なんだから、フローラはもう別に、いずれは絶対に幸せになるだろうよ。僕がね、選ばなくても、僕というイケメンが選ばなくても。バイキルト、疾風陣雷、天雷打ち、天空の一撃。デボラは後から来たし、クソ生意気だし、ヒステリックだから、僕、やっぱり結局はここの二択なのよ。フローラとビアンカの。デボラなんて後から来てんだから、これ。確かに露出度は高いし、横山緑とかっていうのは、どうしてもおっぱいの大きさが、彦龍さんとか横山緑みたいな人っていうのは、おっぱいの大きさっていうのをすごく大事に扱って、すごい重要なステータスとして見るみたいなんだけど、僕そういうのないから、だからやっぱり、ビアンカなんだよね。どう考えてもビアンカな。もう決めた。こんな私でいいの？フローラさんみたいに女らしくないのに。本当に私でいいのね？もうそのセリフが何よりだよ。そう言ってくれて、ああ、いや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 、ちょっと待って。ちょっと待って。家にして、一旦、ちょっと、一旦フローラ選ばせてて。私は守ってもらうことしかできない女ですのよ。それでも私を選んでくれるの？選んでくださるの？いや、ちょっとこれね、嫌だね。守ってもらうことしかできないとか、そういうのじゃないじゃん。我々の関係ってそういうのじゃないじゃん。ちょっと待って、一応デバラも見る。デバラまず興味ないから、こういう、何してるの？早く私を選びなさいよ。なんだかんだ言って。最初から私狙いだったんでしょ？いや、無理だね。もう、こういう人はもう、ほんとダメ。
人生これ終わるよ、デボラ選んだら。ということでね、僕は、もう、ビアンカ。こんな私でいいの？フローラさんみたいに女らしくないの？本当に私でいいのね？君に決めた。嬉しいね。嬉しいわ。ありがとう。一緒に旅ができるね。うん。うんうん。はあ、ビアンカ選んで正解だった。うんうんうん。よし！もうリングないからね。もうリングないから。ちょっと、僕のビアンカ。ガンガンレベルアップしちゃうから。僕のビアンカ、ビアンカちゃん。ランクアップ、ランクアップ。S ランク。いやー、やっぱもうビアンカはね、最後まで僕のパーティーとして、ちょっと待って、でも、ちょっとね、ここでね、ドラクエタクトの嫌なことを教えてあげていい？これさ、ガチャでフローラ引けばさ、両方もらえんじゃねえのっていう。美味しいところに、美味しいとこ取りできるんじゃねえのっていう。だって、おかしくね？ここにさ、フローラガチャあんだよね。S ラン、S、フローラ引けるガチャあるんすよ。え？これ。これ10連ガチャで金さえ積めば？重婚できんじゃねえのっていう。ちょっとやってみよっか。え？ちょっと待って。でも、ジェム、行くよ、じゃあ。ジェム行っちゃう？さ、え？ 10 連ガチャして、これもしフローラ出たらどうすんの？やっちゃえやっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ、やっちゃえ。お願いします。ここのね、最初の演出大事だから。あ、これいいんじゃない？このね、杖の先が虹色に光ったら S 確定だから。そうするとフローラの率がかなり上がる。後ろはね、いやでもこれ、ダメだな。ここに、まだこの、あ、あ、来た !S 来た !S1 個ある !S 来たあれ?S ランク1個あるよ、これ。これフローラの可能性あるよ。てってってって、はい、ゴミてっ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 て、はい、ゴミてってってって、これはまあ、いらない。これは別にどうでもいい。これ A ランクだ。はい、いいよいいよ。お前持ってる。はい、ゴミてってってって、てってってって。これ来るぞあ、これ、これ、ギャッお願いしますチーなんだよ、これなんだよ、これいらねえよフローラじゃねえじゃんこんなギカツイ、そんなメタルドラゴンとか言うわけわかんの S、たとえ S ランクでもいらねえよフローラのこれガチャだろフローラが結構なパーセンテージ出るんだろはい、ゴミ。もうダメだ、これ。完全外れだよ、期待しただけで。あ、もうこれ、これもういらないから。金も意味ないし。いやー、はい、ゴミ。こっから、核変形。こっから急にね、S ランクにね、昇格するときあるから。んだよ、これ。このロボットドラゴンなんだよ。いや、もうフローラ出すしかないんじゃない？これ。フローラ何パーなの？ちょっと待って。一旦パーセンテージ見よう。これパーセンテージでフローラのこれ、ピックアップガチャなんだから、S ランクが引いたらフローラが多分ね、4分の1ぐらいで来るはずなのよ、本来。提供割合ね。S 確定枠でしょ？ほら。この S 確定でさっき S 確定だったじゃん。そん中で、これフローラピックアップだから、4回に1回フローラなんだよね。なんで？なんであんなわけのわかんねえ金属製のドラゴン出てくんだよ。フローラ出てくると思ってる期待が高まってんだから、金属製のドラゴン来た時のショックでかいんだって。じゃあ、ラストだよ。もうだってジェムなくなっちゃうからせっかく貯めたのに。ラストだよ。お願い。ここでね、S 確定が1個でも出ないとね。頼むぞ。これほんとね、あれ？大丈夫だよね、今。頼む。ここでね、スライムベースがいっぱいぴょんぴょん跳ねてんのがいいんだよ。一番いいの。いやー、これゴミだ。これ絶対無理。これもう、単なるスライムじゃんだって。あ、来た！
S 確定1個来た。あ、来てない。あれ来てないよね。いやー、これカスだわ。カスじゃん、これ。はい、ゴミ。これゴミ率高すぎんだわ。ほんと、当たり以外全部ゴミだもんだって。当たり1個以外全部ゴミなのよ。ここで光るときあるから、これ。ピカーンってこのね、この変なピンクのこいつが、急にびっくりするときがあるの。そしたら昇格チャレンジだから。はい、ゴミ。はい、ゴミ。こいつ一番ゴミ。こいつ一番嫌いなんか。これもどうせ意味ねえよな。これもまあ意味ない。ゴミ。はい、ゴミ。はい、ゴミ。気持ち悪いのばっかり。はい、ゴミ。はい、ゴミ。はい、全部ゴミ。ああ、もう一回だけやっちゃおうかな。いや、もうないんだって、ジムが。これ、クソやばいね。ガチャ。エイミング株クソやば。もう、これ最後だから。絶対に最後だから。もう、そのジェムもったいないの。スキップチケットとか買いたいから。最後頼む。ここ、スライムベースいっぱい来い。スライムベースいっぱい。来い。あ、いやー、いっぱいじゃないな。上まで乗ってっからいっぱいの時は。どうだった今。あー、ダメだ。もうやめた。もうさすがにやめた。100連しても普通に当たらないんだ。どんだけ鬼畜ガチャなんだよ。あ、これ一応ピックアップのやつか。いらねえけどな。持ってるし。おい、核変起これ、ここで。ここで核変起こせや。もうゴミばっかり。全部ゴミ。はい、ゴミ。ウーバールーバーみたいなゴミ。はい、これもゴミ。はい、ガーゴイル。はい、エンゼルスライム。光れ。はい、ガーゴイル。はい、変な牛みたいなやつ。はい、ミイラ男。はい、ゴミ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 、終わり。もう終わり。いいや。僕、ビアンカ一筋で生きる。はぁ、結局、罰が当たったわ。そんな甘くねえんだわ。僕が選んだのはビアンカなんだから。そんな虫良すぎるよな。ビアンカ選んどいて、ガチャでフローラ当てれば重婚できるとか。そういう自分のね、歪んだ根性が、これでもし引かれたら、僕って人間として終わってたよ。だからほんとね、今日はね、勉強になった。今日はね、学びになったよ。ここで引いてたら、自分、人間として転落してたと思う。そんな大げさなもんじゃないけどね。でもそう思った。こうして学べたっていうことで僕はドラクエタクトに感謝したい。